1年生のみんな、ほんと元気だったね。しおりこちゃんが楽しそうに遊んでるの、新しい一面を見つけちゃったな。じゃあまいちゃん、今日の特訓の説明をするね。あのね、今日は写真の構図に焦点を当てようと思うんだ。構図か、これってセンスだからな。私はちょっと苦手な部分かも。写真館って基本的には座ってる被写体を正面から撮ってるから、人数が同じならそんなに構図に変わりはないはず。だけど見せてもらった写真はどれもその被写体の雰囲気にぴったりの構図だったよね。うん、舞ちゃんが前に撮ってくれた私たちの集合写真だってあれしかないって構図だったもん。だから舞ちゃんにも絶対できるよ。こんにちは。やっほー、今日は愛さんたちのこと撮ってくれるんだって。さあいくらでも撮りなさい。男女はいつ撮られても完璧よ。舞さん、今日はよろしくお願いします。こちらこそ。じゃあ最初はポーズを撮ってもらおうかな。私の言う通りにならん。当然ランジがセンターよね。ほら撮りなさい。あのもしよかったらおすすめのポーズがあるんです。戦隊の名乗りポーズなのですが。4人いるから騎馬戦の騎馬作ろうよ。アイさん一番前の馬やる。そこのベンチに並んで座るのはどう？写真館で撮る写真とできるだけ同じ方が舞さんの特訓になるんじゃないかな。特訓は特別な訓練のことよ、歩む。普通じゃダメなの。ランジュ、騎馬戦って興味あるわ。教えて、アイ。ランジュ、騎馬戦知らないの？じゃあ、いっちょやってみる？騎馬って合体ロボみたいですよね。やりましょう。みんな落ち着いて。はい、一列。でも、きっと舞ちゃんの特訓にはこのくらいパワフルな方がいいはず。騎馬戦ポジションで戦隊ポーズ、そして笑顔。